こんにちは、神崎です。ちょっと面白いもの見つけました。ここ見つけたっていうのもね、うちにあるんだけどね、技工室にこういうのしょっちゅう置いてあるんだけども、これゴシックアーチトレーサーっていう機械です、装置です。これ何するかっていうと、噛み合わせのね、あのこの無極端に言ったら僕のこのえっていうこの距離、水平的な位置、それからっていうこの水平的な位置を確認するための道具です。で、実際にそれがね、こうやって、わかるかな、これ。あ、見えた見えた。ここにね、真ん中に矢印書いてあるのわかるかな。この部分。このど真ん中に、ここ、ここ。これで言ったら、ここね、こう矢印があって、ここに真ん中に、ね、真ん中に線があって、矢尻がこうある。これをゴシックアーチって言います。で、水平的に、もうこういうのは限界運動路って言うんだけども、を通ると。で、まあ、例えばね、総入れ歯の人とか、通ることあります。こうやって。こんな形でつけて。で、そして、あれどこ行った、あ、これを下の入れ歯のね、やっぱ同じような装置を作っといて、よっこいしょと。こうやって形で、よいしょ。はい、前に、ギギギギ。はい、横に、ギリギリ、ギリギリっていう形でね、動かしてもらう。うん、そして、こういうゴシックアーチっていうものを、さっきお見せした、この矢印ね。これを、採得すると。取ると。いう形でしていきます。で、これ取ったらね、セロテープでね、これ剥がして、貼っ付けてるんですけどね。で、これをゴシックアーチって言います。で、ゴシックアーチを取って、こういうね、ごっついやつがあるんだけど、これ光合器って言うんですけど、この光合器につけて、で、まあ実際にはね、技工さんに、ね、この段階でね、これも渡す時もありますけど、調整してもらって、ここのね、角度とかね、こういったところ、角度を調整してもらって、で、入れ歯の歯を並べるという状態です。これがね、ちょっとね、ゴシックアーチっていうやつです。で、チェックバイトっていうのもあるんで、それはもう別の機会にお話しますね。たまたまちょっとね、ゴシックアーチ目の前に見つけたんで、ああ、これ紹介しとこうかなと思って、持ってきましたんでね。ということで、ゴシックアーチの取り方でした。それじゃあまた。